これですね、なんと1000円です。安ないですかこれ。試し引き。はい、こんにちは。ということで今日も島村楽器さんお世話になっています。お邪魔しておるんですけれども、こちら立川店、何やらですねギターのディープスポットだと噂の立川店にですね、ちょっとお邪魔してどんなギターがあるか調査しに参ったんですけれども、ちょっと見ていきましょうか。ググッとね、いいの揃ってますよ。まあ、ここね、PRS からエピフォン、まあ、人気のね機種いっぱいある。あ、ケーズですね、これ。ケーズがありますよ。このピックアップがいいんですね。あ、このペルハムブルーいいな。他のもありますけど、まあ、いろいろありますね。あ、これはちょっと、これ知らない。お、リューソン。あ、これユーズドか。これね、アイオミ先生のやつ。こうなってるんですかね。初めて見た。とかね、あ、これラルクの研鑽モデル。もういろいろもうなんか最近の話題の機種はいっぱいありますね。ねえ。いや、立川。初めてかな、お邪魔したのは。かなりいろんなものが。揃って、またあ、ケーズさんですね、これね。ケーズさんのこのホローのワンピックアップですね。リビングでね、つまびけば幸せになれるやつですね。こういうのとか、あとこれはすごいな、これ。おお、これ何トップ、これ何トップ、パドゥーク、パドゥークか。N4 とかでね、知ってますけどね、パドゥークのキルトですって。ということで、これドラゴンフライですね。ドラゴンフライ、あ、もうトタニさんこの辺近くだからな、もうお膝元って感じなんですね。はい。で、ギブソンももちろんありまして、これ渋いな、これ渋くないですかこれ。これちょっと後で行かせてもらおうかな。これ好物ですね。ディマジオ乗ってる、これどういうことかと。ダブルホワイト、はい、これ東海 LS120 1981年、もう僕とほぼ同い年ですね。ちょっと後で聞かせてもらおうかな。あ、これセブンティーズ、これあれですね、ディバイダーさんですかね。これいいな、ロングネックの330タイプかな。セミアコか、セミアコかフルアコじゃないですね。あったりとか。裏側行きましょうか。ここ。あれだ。あれ、どれよ。これかな、インフィニット。やっぱディープスポーツです、立川。ちょっとこう、マニアックなものありますね。うわぁ。こういうのあったり。あとね、ブラックスモーカー。あったり。これもインフィニットかな。うん、これ7弦、多弦もあるぞと。で、百瀬さんね、百瀬のジャズマスはもう鉄板です。いいですよ、車輪とね、いい音。あ、この指板、この指板ですよ。どうでしょう、いいないいな。まあ、いろいろあるわ。うん、これなんだろう、これなんだ、エルズトラストってブランド。ああ、知らないブランドいっぱいありますね。どなたがこう、この島村楽器でいろいろやってらっしゃる。こう、あ、OGI ファクトリーコラボ。あ、あの OGI の、へえ、ね、リンゴ農園のね、はい、新種ギターショーではお世話になってますけど、はい、新種ギター祭りはい、こちら、これも知らない、これ、あ、これパオレッティだ、いいよ、ね、え、これトム藤田さんモデル、知らなかった、そんなのがある、トムさんモデル、すごいっす、マニアック、
これ誰がこのギター周りやってらっしゃいますね。相当素晴らしいセンスをお持ちのギター担当の方いらっしゃる。これもすごくないですか。これ見たことあります。これゼウス、ゼウスカースタムギター。これ知らないですよね。うん、国産なのかなみたいですよ。見たこと、どういうこと、どういうことすごいね。で、こちら9弦ギターですね。すごい。これ数えてみますか。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ありますね。これですよ。これやばないですか。これ誰が弾くのぞやっぱちょっとチャップマンスティックみたいに弾くんでしょうね。これ GTI っていうブランドらしいですけど、こう国内のね、思考系の方、個人工房系の方みたいですよ。すごいな。美しい木工部分、美しい、気になりますね。でさらにこういったヘッドレス系ですよね。一般またありますと、アイバニーズからレガタ、これレガタっていうんですかね。このかっこいいですよね。シャキンね、ガンダム感がありますね。でさらにこれオームズビー、オームズビーかな V タイプ、いいっすね。この色いいです。80年代からですね。いいっすね。でまたこれドラゴンフライ V、 イカチー、イカチー V がありますね。でドラゴンは下にもうトタニさんやりすぎでしょトタニさんがっつり、トタニさんの香りがします。そしてまあユーズとね、いろいろあったりで、ベースもねすごいんですよ。これも GTI ね、これヘッドレスがあったり、さらにこれイエロージェムね、ちょっと知らないブランドたくさんありますけれども、どういうことですかっていう、芸術ですね。もういっぱいで、なんかこう語源がすごく多いですね、こちらのお店ね。素晴らしい、いろいろ置いてあります。アトリエね、アトリエ、綺麗。あ、なんかちょっと幻想的な曲が聞こえてきました。
素晴らしい。はじめまして。はじめまして。よろしくお願い。マサトゥーンさんですよね。はい、マサトゥーンです。はじめまして。よろしくお願いします。ということで、はい、こう幻想的な音が聞こえると思ったら素晴らしい演奏ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ね、すごいこれ8弦ギターで。はい、タッピングメインってことですよね、演奏は。そうですね、タッピングでしたら、うん、あとスラップを入れたりとか、あとコードワークで出したりとか、いろいろ組み合わせて聴いてます。 SNS でね、お見かけしてたんですよ。わー、嬉しいですそう、でお会いしたいなと思ってたんですけど。で、これギターはなんていうギターですか。これ、これですね、アメリカの GOC ギターズという、はいはいはい、ヘッドレスの、ギターを中心に出しているブランドで、ね、マサトゥーンのシグネチャーモデルで。そうなんですね。出していただいている MS-1 シェルティというギターです。これトップ材はなんですか。これ、これトップがブラックウォルナットです。あ、これなんかすごい木目綺麗ですね。ちょっとシェルティって、ワンちゃんなんですけど、はいはい、シェルティの毛並みっぽい感じの木目を選定して。犬モチーフ。なるほど。裏は、裏はですね、これホワイトアッシュの中でもちょっとギリギリスワンプアッシュまでいかないぐらい軽い個体をちょっと使ってます。割と軽めなんですね。はい、はい、じゃあこれでソロスタイルで。そうです。いろいろやってらっしゃると。 YouTube、インスタ、Facebook 一通りやってます。あ、一通りじゃあそれで世界中に発信されてるということで、こっち要注目のアーティストにお会いできたんですけど、これすごいものついてる。これカポですよね。気づいてくれました。これちょっと実はカポなんですよ。はい、カポなんですよね。これは なんていうカポですか。これ。これですね。うん、もうそのままド直球に柴犬カポタスと書いてあるんです。確かに柴犬の形してる。これどうしたんですか。これ。これ実はですね、うん、フェニックスっていう、福岡の、楽器メーカーさんと共同で開発させていただいて、今販売している8弦ギターにも使えるカポなんです。マサトゥーンさんが作ったんですね、これね。はい。これ大変だったでしょ、これ。めちゃくちゃ大変でしたね。これもともとこういうスタイルで、ね、開放弦とかを特に重視するスタイルなので、カポが必要だなっていう時に、今までこの8弦に対応できるハサミ式のカポって、まあ、世界の話でも全然なくて。ないんだ。一応クラシックギター用とかのちょっと大きめのカポとかを無理やり代用してっていうのはいけたんですけど、なかなかそれもですね、やっぱ設計として合ってないので制約が強くて、だったら一層使ったらいいなっていうところで、ちょっとフェニックスさんにお声掛けさせていただいて、これ絵描いたり最初は。そうなんです。もう絵心がないところをすごい形にしていただいて絵描いたり、これなんか 3D プリンターとかそういうやつで。そうです、そうです。形にしていくんですか。もともとこのキャノネ設計していただいて。わ、すごいな。こう何もないベースのないとこから作るってすごいですね。そうですね、もう逆に今までにないものなので、うん、もう本当この力の見せてもらっていいですか。もちろんです、はい、お、結構ずっしりするんですね。なるほど。これ何製。これ真鍮です。あ、真鍮。これ重さも結構重要なんですかね。はい、重みが加わることで力強く止まるのもあるんですけれども、実はこの重さ加わることによって、例えばヘッドにつけっぱなしにした状態でも、こうまあざっくり言うと音がすごいタイトになるので、まあこういうソロギターはもちろんありますよね、そういうね、アイテムね。そうなんです、そうなんです。もうまさにそういった効果狙えるような。なるほど。なんてこれやっぱり好きだから。そうなんです。皆さんもなんかこの演奏しながら急に柴犬とか見たくなるっていうのはまあちょっと冗談で、実際この犬にしたのが単純に自分がすごい犬好きっていうところで、はいはいはい、当然このシェルティって名前もつけたりとか、これもね、そうですね。で、せっかくだったら可愛いデザインにしたいなっていうのと、確かに、まあ、今特にこのネットで動画上げる方っていうのもすごく多かったり、まあ、ライブ活動も、ね、最近また再開されてる方も多いんで、はいはいはい、まあ、とにかくなんか映えるアイテム欲しいなっていうのを結構いろいろ聞いてこれなんだと、このでっかいのなんだとおい犬かとみたいなね。なるほど、映えがありますよね、確かにね。そうです、もうまさに映え的な感じですね。まあ、僕ら割とね、まあ、6弦をよく弾くんですけど、はい、これ6弦でも使えるんですかね。もちろんです。もう6弦、7弦でしたり、これは具体的にはこの指板幅が60ミリまででしたら、はいはいはい、5弦ベースでもクラシックギターでも何でもござれ。 R 見せてもらっていいですか。はい、あ、いけそうですね。ちょっと試してもいいですか。じゃあもちろんです、ぜひお試しくださいお願いします。はい、ということでいろいろご用意いただきましたけれども、すごいですね、ここの品揃えね。何でもござるですちょっととりあえずいろいろね並べていただきます。まずこれ6弦ですよね。これもトラディショナルの6弦ですね、うん、これかっこいいけど、これヒストリーなのね。はい、翼とコラボの
ギターですけど、ちょっとこれつけてもらっていいですか。じゃあこれはいけるかな。全然余裕でいけちゃいますね。あ、余裕つけた感じもまあ自然っちゃ、まあいっぱいインパクトありますけどね。そうですね、結構形はかなりおどうしたんだっていう感じはあれど、おいけちゃうぞと、うん、逆にこの6弦とか弦 の少ないっていうのもありますけど、ね、結構ハイフレームまで問題ない、割とそこまでいけるぞっていう。確かその辺になると通常のやつだと不安になりますよね。あ、いけてるわ。あ、大丈夫だ。それなんかギターマンドリン的な使い方も OK かも。結構アンビエント系の方とかマスロックとか弾く方ですとすごい役立てるんじゃないですか。12フレット以上いけるっていいっすね。なるほど。じゃあちょっと7弦目いってみましょうか、はい、この人気のモデルですけども、あ、余裕っすね。パチッといけましたね。問題ないな。もっとこれも7弦目上の方までパッツリいけますね、うん、7弦しっくりくるっすね。ああ、このね、太い弦になってくる、ここに隙間ができるみたいなところあるけど大丈夫ですね、これね。そうですね、結構ここもかなり抑えられるように設計はしています。なるほど。なんだっけ、ストラントバーグでしたっけ、あの六角形みたいなあのネックあるじゃないですか、はい、あれもいけるんですか。あ、そうです、ストラントバーグのエンドアネックももちろん対応できるようにします。あ、そうなんですね。あ、それですよね、ちょっと。そうです。あ、これね、こう普通のやつだとちょっとこうつけにくいところあると思うんですけど、これもいけると。そうですね、うん、スタンドマークのエンデュアネックつけるときには、うん、あの1弦側から止めてもらえれば。あ、そうなんですね、コツあるんだ。どうしてもこの開き幅的にここが詰まってしまうので、うわ、すごい。あ、確かにこれじゃないといけないかもしれないですね。あ、他にも従前に止まるようにはなっております。なるほど。じゃあちょっとラスボスいっていいですか。ラスボス9弦どうなのかっていうチャレンジ。すごいな、もう誰が弾くんだろうっていう。お、柴犬頑張れ頑張れ。あ、ギリギリ無理だ。1弦がいかない。さすがに9弦はダメでしたけど、まあ、ちょっとね、あのダックスフントバージョンとか今後、そうですね、あ、ギリギリ、まあ、球弦ってなかなかね持ってらっしゃる方少ないんであれですけど、やっぱりこう多弦だとこうチューニングのこの上げ下げでこのカップを使う方もいらっしゃいますもんね。そうですね、うん、そういうなんかこうヘビーな音も対応できるのかっていうのをちょっと見せていただいてもいいですか。あ、わかりました、うん、はい、じゃあちょっとこれ8弦また持っていただきましたけど、これでちょっと1回弾いていただいてもいいですか。はい、ここにチューニング変えたかったらこうカボ使えばいいわけですね。そうなんです、うん、なるほど、これ優れもんじゃないですか。結構チューニングによってそのいわゆる曲のキーに制約がついてしまったりとか、うん、結構開放弦とか特に入れるジャンルとかだとこれ1本持っていくだけで、いいっすね、がっつり止まるんですね、これね。そうなんです。あ、結構しっかりしてるわ、これ。これおいくらなんでしたっけ。これですね、なんと1791円なんです。え、安ないですか、これ。その値段でここでも売ってる。そうなんです。おお、ちょっと売り場行ってみましょうか。行きましょう行きましょう。ここですね、ここにこのワンちゃんが、はい、目印で置いてあって、しっかりこの価格マジでしたね、これ。これ安な、他のやつと比べても安いじゃないですか、ちょっとこれね。本当にこれでいいのかっていう、いいのかっていう、すごい、この今大体倍ぐらいの値段していいもんなんですけど。はい、ということでこの立川店さんには置いてありますので、ぜひね、お越しいただいて実際に試していただければなと思います。はい、皆さんも試してみてください、ぜひ。はい、ということで、まあ、サトゥーンさんのね活動もあの概要欄に書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日はこちらの柴犬カポご紹介でした。ありがとうございました、はい、またね、バイバイ。